BDZ FT1000BDZ はソニーが日本国内で発売するブルーレイディスクレコーダーの共通型番である。BD はブルーレイ対応、Z はデジタルチューナー搭載を表す。ブランド名とされる場合もあるが、ブランドは設定しておらず、下記のようにソニーのブルーレイで統一している。2003年に当時世界初の BD レコーダー。 BDZS77 を発売した。以降、すべての BD レコーダーの型番が BDZ で始まる。同社の DVD レコーダーのスゴロクのようなブランド名をつけていないのは、ブルーレイディスクコーディスクを一般へ認知させることを優先するためである。公式サイトや CM では、ソニーのブルーレイの名称を用いる。本製品は量販店やソニーショップのみならず、 日立チェーンストールにも供給されている。2012年以降製造機種より、アナログ AV 出力端子は全廃され、DB 受像機とは、HDMI 接続のみ可能。また2016年以降製造機種からは光、同軸デジタル出力端子も全廃された。さらに2021年以降製造機種からは、アナログ AV 入力端子も全廃された。 姉妹品として販売している、ポータブル BD プレイヤーのうち、ワンセグチューナー付き、機種、BDP-Z1 は2017年限りで、生産終了。これによりソニーは、ポータブル TV 生産より撤退し、ポータブル BD プレイヤー現行モデルはすべて、チューナーレスとなっている。同社のチャンネルサーバー国運や、DVD レコーダーのスゴロシリーズから受け継いだ、X、おまかせ。 丸六機能などが特徴。また、プロ野球などのスポーツ中継が延長になっても後の番組を正確に録画できるスポーツ延長予約を最初に導入したメーカーである。また、放送時間が予約時と異なることになっても、電子番組表のタイトル名から追跡して録画時間を変更する機能、放送内容の情報を検出し CM の前後や、 場面変換時にチャプターを挿入する機能なども最初に備える。2008年秋モデルでは登録キーワード以外にも現在流行のキーワードをテレビ情報紙風にユーザーに提案する X おまかせマガジンを搭載した。2007年11月発売の BDZX90L70T70T50 以降のモデルでは MPEG-4ABS 形式で映像を圧縮する機能を搭載している。XR、XSR、SR、LSR の4モードはハイビジョン画質に対応。標準モードとなっている SR は地上デジタル放送の約1、2のビットレートで画質劣化を抑えながら2倍の長時間記録が可能となる。LRER は標準解像度のみ対応していた。 しかし、2008年9、10月発売モデルからは、LSR モードのビットレートが 5Mbps となるのと同時に LR モードが、そして、2010年春に発売された、RX105、RX55、RX35、RS15 のモデルでは、ER モードも、ハイビジョン画質に対応した。結果、 BDZAT300S、AT500、AT700、AT900、AX1000 AT、AX2000 以降のモデルでは、各モードのビットレートは、XR、XSR、SR、LSR、LR、ER であり、すべてのモードにおいて、ハイビジョン画質に対応する。HDDBD へのリアルタイム圧縮記録が可能。h d d に、 mpeg-2ts で録画したものを圧縮して BD にダビングできるが HDD-HDD の圧縮ダビングはできない。カット編集等も mpeg-2ts と同等に行える。音声は長らく AAC を直接記録するのではなくドルビーデジタルに変換されていた。ただし、X000 シリーズを除く2012年以降のモデルでは mpeg-2ac で記録される。この音声形式の違いもあって、蒸気モデルにて、dr 以外のモードで bd に直接録画したもの、あるいは dr 以外のモードで録画したタイトルを bd に高速ダビングしたものをそれ以前のモデルで再生すると、モード表示が dr になってしまう現象が発生する。なお 5.1ch サラウンド音声もそのまま、記録できる。 m p e g 4 a b c エンコーダ搭載を発表したのはソニーの方が先であったがパナソニック d ィーガの同世代製品の方が発売が1週間早かったため世界初の座は d ィーガに譲ったパナソニックは m p e g 4 a b c のハイプロフィールとフル HD に対応東芝のバーディア RDA301 もフル HD に対応するがソニーは当初メーン プロフィールを採用し、最大解像度は1440-1080にとどまっていた。地上デジタル放送の解像度は1440-1080のためチレジを録画する限り支障はないが、フル HD で放送される一部の BS デジタル放送を圧縮すると解像度が悪化することになる。しかし、2008年秋モデルで、 ハイプロフィール1920-1080に対応し、他社と遜色ない性能となった。パナソニックと東芝が採用した DVD へのハイビジョン記録には対応していない。これらのハイビジョンで録画された DVD を再生するには対応したプレイヤーが必要など利用制限があることや DVD から BD への完全移行をコンセプトとしているため過渡的な機能は切り捨てた。 形である。DVD ラムについては2006年モデルの BDZV7、V9 では再生のみ可能。2007年11月発売の BDZT、50、T70,L70,X90,2008 年4月発売の BDZA70,T90 では、スゴロクと同様に再生すら対応していない。 しかし2008年秋モデル以降の機種では再び再生に対応した。2006年以降のモデルは、スゴロクと同様に、主要メーカーでは唯一 DVDR-DVD-RW の記録再生に対応する。DVDR-RW と DVD-RAM の企画争いについては D D、DVD-DVD レコーダーを参照。DVD-RDL の録画は、 不可能で再生のみ対応。2003年の BDZS77 には、アイリンク端子が搭載されている。BDZS77 魔の転送とソニー製の一部、デジタルチューナー、DST-TX1、DST-MS9 など、デジタルチューナー搭載テレビからのストリーム録画に対応する。ただし地上デジタル、110度 CS デジタル放送への対応には、 優勝アップデートが必要だった。2006年以降のモデルには他社の BD、HDDVD レコーダーと異なり iLink 端子が搭載されていない。そのため既存のデジタルレコーダーで取りためたハイビジョン映像のデジタルダビングは不可能である。BDZV7、V9 以降のモデルはすべてアバチド再生に対応。同社は一般向けで多くのメディアに対応した。 ビデオカメラを販売していることから、レコーダーとの連携機能は非常に充実している。特に最大のライバルであるパナソニックは2008年モデル以降、USB 端子を搭載するなど、連携機能が増えてきたが、現在のところ公式には HDV からの取り込みに対応していないため、事実上使用不可となっているのに対し同社は対応しているのが最大の違いと言える。 BDZ-T50、T55、T70、T75、T90 は USB 端子などを備えないエントリーモデルのため 8CMDVD、BD からの取り込みのみの対応。BDZ-A70, A750、A950、L55, L70, X90, X95, X100 は USB 端子や アイリンク端子を備え、MPEG-2PS、MPEG-2TS、MPEG-4H264, ハイ8、デジタル8、HDV、アバチドなどの記録方式やテープ、DVD、BD、HDD、メモリーカードなどの記録メディアを問わずほぼすべての、ビデオカメラから、BD、DVD へのダビングに対応するモデルである。また、 BDZL95 は、蒸気の機能に加え同社としては初めて、メモリースティック、SDSDHC メモリーカード、コンパクトフラッシュ対応のメモリーカードスロットを、全面に備え、BD レコーダー業界初のメモリースティックと、SD カードの両対応モデルである。なお、2006年モデルの BDZV7、V9 はスタンダード画質モデル及び、 HDV モデルのみの対応である。1、SD 画質のみ対応2、L95 のみ対応3、RS15、RX35 のみ対応4、RX100、RX105 のみ対応5、AX シリーズのみ対応6、EX3000 のみ対応7、ザベック S 企画の動画も取り込み可能国内生産モデルは、ソニーグローバルマニュファクチャリングオペレーションズ、 株式会社キサラズサイトにて生産されている。2007年9月12日、ソニーは11月8日発売の2007年モデル4、機種の新商品発表会で、国内向けの DVD レコーダーの新製品は今後、一切発売しないと発表した。このため同社の DVD レコーダーであるスゴロクの、ブランド終了、大手メーカーでは最も早い。 DVD レコーダー市場からの撤退、BD レコーダーへの完全移行となった。2007年モデルでは前述の DVD レコーダー、撤退も含め、BD への完全移行が主なポイントとなっている。ソニーは2007年の冬から、BD レコーダーの市場が急激に動くと、以前から予想しており、比較的多めにラインを取っていた。そのためすぐに増産できるような状態にあるが、 それでも2008年1月頃までは品薄が続いていたようである。DVD レコーダー市場からの撤退を明言したのもこの予想があったからと思われる。対するパナソニックはまだそこまで大幅に動かず従来からの DVD レコーダーが主流と予想したところ予想を覆し BD レコーダーが 大幅に売れたため同社の BD レコーダーは年明けにもかなりの品薄が続いていた。2007年12月現在、新機種発売前の9月は DVD、BD、HDDVD レコーダーの中での BD、HDDVD レコーダーのシェアが約1.8%だったのが、発売後の11月は約20%と10倍以上のシェア拡大となっている。また、 BD と HDDVD の比率も最大99.12まで差が開き、日本における第三世代高ディスクの企画争いで BD が決定的な優位に立った。これが一つの要因となり、東芝が HDDVD 事業撤退を発表し、企画争いは BD の勝利で決着した。2006年から2007年に放送されたテレビ CM は、 自然の様々な風景を映すものだった。キャッチコピーは未来を開く新世代ディスク。ソニーはブルーレイ。今、すべての美しさをハイビジョンであなたの手に。2007年の CM は矢沢英吉を起用。ハイビジョンテレビで標準画質の DVD を見るのはもったいないと訴求する大胆な CM が、 大きな話題を集め、めちゃイケてる。の番組宣伝で、パロディが制作されるほどだった。後に、同社のブラビアでも、同様の CM が展開された。2009年9月、10月発売モデルの CM では、矢沢を引き続き起用するとともに、女優の篠原良子を新たに起用した。その後、篠原単独で起用が継続されていたが、 2011年10月発売モデルからは、川口春菜を新たに起用している。2012年10月からは、キャッチコピーを、俺とローラとソニーのブルーレイとして、川口に代わって、山下真嗣とローラを起用した。ソニー発の HDD 搭載 BD レコーダー。DVD の録画、再生も、可能になった。X、おまかせ。 丸クや番組の延長追跡などすごろく譲りの機能を搭載。2006年に企画策定が完了した BD-ROM の再生に対応。ただし HD オーディオのデコードや HDMI 経由の出力には非対応。旧企画のカートリッジリ BD-RE は再生のみ可能。BD-R-RE は一層ディスクのみ録画再生可能。 このことが当時はパナソニックがシェアを大きく引き離してトップになる要因の一つとなりソニーの技術力低下まで指摘された DVD ラムは再生のみ可能 DVDRDL は録画再生ともに不可能 GUI はクロスメディアバーを採用他の部分や内部パーツもスゴロクの上位機種がベースとなっている全員機種デジタルダブルチューナーを搭載 2008年に製品化された有機式ソビー DR の読み書きには対応しない。全面パネルの色はブルーで自動開閉機能を備える。発売時のメーカー予想実勢価格は V7、25万円 V9、30万円。S77 よりは下がったとはいえ、まだまだ高価であった。放送波アップデートにより、ダビング10に対応した。 主に前年モデルとの変更点を述べる。昨年の2機種から4機種に倍増し、利用スタイル別の商品展開となった。2008年7月4日に放送アップデートにより、ダビング10に対応した。2007年9月以降に発売されたブラビアと、セットで、ブラビアリンクに対応。MPEG-4ABC エンコーダーを搭載。HDD や BD に、 ハイビジョン解像度のままより長時間録画できるようになった。X、おまかせ、丸録、番組の延長追跡録画などの機能を引き続き搭載。ただし、基盤部は BD レコーダー向けに一新された。BDRDL、REDL の録画、再生に、ようやく対応。有機色素 BDR の記録再生に対応。 旧規格のカートリッジ DVDRE は引き続き再生のみ可能。DVDRAM は再生すら不可になった。DVDRDL は引き続き録画、再生ともに不可能。d v d への直接録画は不可能になった。b d は引き続き直接録画も可能。今モデルから HDV 方式のみでなく、アバチド方式のハイビジョンハンディカムからのダビングも、 可能となった。リモコンが一新され、ジョイスティックが廃止された。これは、高齢ユーザーから使いにくいとの声が多かったからとのこと。全域種新しい色空間規格の XV カラーに対応。ソニールームリンクに対応。全面パネルの色がブルーからブラックに変更された。また、全面パネルの自動開閉は低価格化のため、廃止された。 発売時のメーカー予想実勢価格は T50、14万円、T70、16万円、L70、18万円、X90、20万円。最上位機の X90 でも昨年の買いモデルの V7 より値下げされており、DVD レコーダーのハイエンドモデルの価格にだいぶ近づいた。年末商戦向けのパナソニックの競合機種は高価だったため、ソニーのシェアが 大幅に増えた要因となっている。ただし、パナソニックも対抗して2008年3月に BDZ-T50 と同じシングルチューナーの低価格モデル DMR-BR500 を投入した。BD-ROM ビデオの1080、24P 出力、HD オーディオのデコードと HDMI 出力が全機種で可能。基本仕様、共通機能は、 前年11月発売モデルと同様なのでそちらを参考。全モデル4機種も継続販売。ダビング重対用。2007年9月以降発売されたブラビアとセットでブラビアリンクに対応。全員機種新しい色空間企画の XV カラーに対応。発売時のメーカー予想実勢価格は D70、17万円、A70、17万円。 両機種ともこれまでの T70 と L70 の間の価格帯に投入され、ソニーの BD レコーダーのラインナップは業界最大となった。BD ロムビデオの1080、24P 出力、HD オーディオのデコードと HDMI 出力が全機種で可能。X、L シリーズは9月27日、T シリーズは10月10日発売。A70 は唯一販売継続。 新開発の高画質回路、クレイジャスを全機種に搭載。HDMI で接続したすべてのハイビジョンテレビで、どんなコンテンツでも高画質映像を再現することを目的として開発され、これにより、パナソニックディーガに比べて劣ると言われていた、再生性能を大幅に強化した、BD ライブにも対応。さらに X シリーズは DR、DRC MFV3。 業界初の2系統の HDMI 出力端子 PSP に加え A70 同様のオークマンフォーマーへの転送機能などを搭載。またソニーとしては DVD レコーダーを含め初の 1TB モデルが登場した ABC 圧縮をハイプロフィールに強化し XR、XSRSR モードではフルハイビジョン録画に対応 LSR モードは 従来の 6Mbps から 5Mbps に変更された。さらに LR もハイビジョン解像度に対応し、2層 BD に最大18時間の HD 画質での録画が可能となった。X、おまかせ、マガジン、シリーズ録画の一括ダビング、高速ダビング中に予約録画を実行可能などの新機能がある。BD 記録速度は最大4倍速のまま。 また DVD ラムの再生後完成が2006年モデル以来2年ぶりに復活している。2009年3月26日発売。ブルーレイディスクレコーダーでは初のアクトビラに対応し、本モデルからアクトビラ、ダウンロードセルのみのコンテンツが2回まで転送できるようになった。2008年9、10月発売モデルと同様にクレイジャスを搭載した。 2009年9月19日発売。これまでのシリーズ区分やデザイン、GUI が大幅に見直され、基本的に HDD 容量が同じものは1ラインに絞られた。BDZEX200、RX100、RX50 RX はスカパー。HD6 が2発対応。またソニー独自の高画質回路、クレイジャスが進化し、新たな高画質回路。 クレイジャス2が全機種に搭載された。加えて、録画時のビットレートを映像に合わせて動的に制御するインテリジェントエンコーダーが搭載され、低ビットレートでの高画質録画が可能になった。また従来は最大解像度 1440x1080 ドットで録画していた LSRLR モードが新たに千九百二 x 1 0ドットでの録画が可能となり、 これにより、最大8倍の ABC によるフルハイビジョン録画を実現した。さらに、録画時における CM やシーンの切れ目で、自動的にチャプターを付与するおまかせチャプターが従来は、録画1のみだったが、録画2にも対応し新たにダブルおまかせチャプターとして搭載された。以前のモデルに搭載されていたアナログ放送の番組表機能が非対応になっている。おかせ リモコンと目打って、他のメーカーのテレビの操作範囲を拡張した。14メーカーのテレビの電源、チャンネル切り替え、音量調節、入力切り替えの操作に対応したほか、7メーカーのテレビでは、番組表や10キー、カーソルボタン、決定、戻る、消音、カラーキーの操作にも対応した。また録画のアルゴリズムを見直すことで、従来は、 SD 解像度で録画していた ER モードが HD 画質に対応した。これにより従来機種で最大8倍を実現していた ABC によるフルハイビジョン録画が新たに10倍まで拡大され、より高画質で長時間の HD 画質での録画を実現した。いずれの機種も HDD 容量をはじめ外見のデザイン、高画質回路、 クレイジャス2を搭載している点でも2009年9、10月発売モデルから大きな変更はなく、マイナーチェンジにとどまった。ラインナップが拡張され、高画質、高音質版の 1TBHDD 版である AX1000 を新たに設定。すべての機種で、ブルーレイ3 d ディスク再生並びに、BDXL の録画、再生に対応。新システムの採用により、 標準起動モードで最速約6秒、瞬間起動モードで約0.5秒の瞬間起動を可能にした。新世代 a b c s エンコーダーを採用したインテリジェントエンコーダー2を搭載することにより、シングルチューナーモデルの AT300S を除く、全機種で2番組同時に最大11倍の a b c s によるフルハイビジョン長時間録画が可能となり、 さらに長時間モードで2番組同時録画中にも、ブルーレイディスクの再生、追いかけ再生、早見再生、HDD から、ブルーレイディスクへの高速ダビングができるなど、マルチタスクの性能が大幅に向上した。高画質回路が、クレイジャスさんに進化し、斜め線や動きのある映像を補正して、スムーズなラインを表現する、I-P 変換は1080。 60P 出力に対応した、新 I、P 変換になるとともに、接続するモニターを指定するだけで素材に応じた、最適画質に自動調整する、おまかせ、画質モードや厳選した8つのシチュエーションに対応した、こだわりチューンを設定できる、おすすめ、画質プリセットを採用。さらに、BD-ROM 再生とそれ以外を別々に設定できる、BD-ROM 専用画質設定も搭載された。 加えて、録画中に、音声や、映像の切り替わりを検知して、自動でチャプターを作成する、おまかせチャプターや、お出かけ転送に使う動画ファイル作成も、長時間録画中に、両方の番組で可能。番組表もフル HD 化され、細かい文字もはっきりと見やすくなった。2011年5月のアップデートでは、ブルーレイディスクから HDD への、ムーブバック機能が搭載され、 これにより、複数のディスクに保存されている映像を1枚のディスクに収納することが可能となった。他にもケーブルテレビの STB との乱接続による、ハイビジョン録画、早送りなど、シーク操作時の操作性向上や、画質向上など多くの改善が盛り込まれた。なお、これ以降のモデルより、マルチチューナー搭載機の、録画一動作中のチャンネル切り替え制限がなくなり、 一番組録画中でも裏番組の視聴が可能になった。本シリーズは地上アナログチューナーを廃止し、デジタルサンパチューナーのみ搭載。BD 業界では、東芝、レグザと並んで最も早く録画機より、地上アナログチューナー撤去を完了した。本シリーズ以降の BDZ と2009年12月、以前に発売されたブラビアを組み合わせた場合、 ブラビアリモコンのダイレクトボタンの利用に一部制限が出る。ハイビジョンビデオカメラやデジタルスチルカメラとの連携を強化し、アバッチドに 3D 動画と 60P 動画を追加した拡張規格であるアバッチドバージョン2.0にいち早く対応。これにより、3D 対応ハイビジョンビデオカメラを本体の HDD に取り込むことができるようになり、 より滑らかな動画再生ができる。1080、60P で撮影された動画の HDD 取り込みや BD 保存に対応した。さらに、デジタルスチルカメラで撮影した 3D 静止画や 3D スイングパノラマ写真の HDD 取り込みもできる。ソニー製では初設定されるトリプルチューナー搭載モデルは日本国内のブルーレイレコーダーでは初めて。 三番組同時の11倍フルハイビジョン録画を実現。さらに、三つの番組すべてに対して、追いかけ再生、早見再生、チャプター自動作成、お出かけ転送用動画ファイルの同時作成ができるほか、三番組同時録画中でも BD ソフトの再生、BD への高速ダビング、ソニールームリンクの使用など、マルチタスク性能も充実している。また、 同じくソニー製では初設定となるスカパープレミアムサービス中のーナー搭載モデルはリピート放送の重複録画を回避できるように専用のアルゴリズムを搭載 X、おまかせ、丸6と番組名予約で話数がタイトル情報に含まれる番組は同一話が放送されても重複録画を回避するため効率よく録画ができるこの機能は 後のアップデートで、他の同世代機種にも展開された。SKP75 AT、AT950W、AT970T、AX2700T の4機種はさらに、外付け USB ハードディスクの増設にも初対応。名前とともに、最大10台まで登録できるほか、外付けハードディスクに録画した番組でも、内蔵ハードディスクに録画した場合とほぼ同等の。 機能が使用可能。また、レコーダー内蔵、外付けの両ハードディスク間でコピーやムーブの操作も可能である。一方、ATE750W では ATE700 で搭載されていたスカパー。HD6 がソニールウムリンクなど一部機能の搭載は見送られた。画質性能も強化されており、録画用回路にインテリジェントエンコーダー3を採用。新たに、 映像信号を解析して、そのシーンに最適なエンコーディングを可能にするシーン解析エンコーディングを追加して、録画画質の精度を向上。合わせて、高画質回路をクレイジャス4に更新。新たに、ブルーレイ3 d や 3D 放送番組の 3D 再生時にも対応したほか、最適な画質設定を簡単に選択できるモードを追加。なお、 アックス 2700T では、全機種のアックス2000に引き続き、3D 太陽光画質回路クレージャスプロを搭載する。最上位機種のアックス 2700T では、音質も強化しており、音声の奥行き表現を強化した、フロントサウランド技術、S Force フロントサウランド 3D を搭載したことで、メーカーを問わず、テレビの内蔵スピーカーでサウランドのような音場を再現し、 音の奥行き感の表現が可能になったほか、単体ヘッドフォン用に開発した、独自のサウランド信号処理技術バーチュエルフォンズ。テクノロジーも搭載されており、ヘッドフォンから聞こえてくる音源が、前後方のスピーカーを設置した場合と、同条件の音場を仮想再現し、最大 7.1CH のバーチャルサウランドを可能にしたことで、深夜などで、 ヘッドフォンやイヤホンを使用する場合でも最適な効果を行い臨場感あふれるサウンド音声を手軽に楽しむことができる。2012年モデル発表後もスカパープレミアムサービスチューナー搭載モデルの SKP75 のみ継続販売された。録画済み番組の再生中や録画番組の一覧画面でリモコンのコーナー目次のボタンを押すだけで 番組内のコーナーごとに区切った情報を一覧表示し、見たいコーナーを簡単に見つけて素早く再生できる。目次でジャンプを浸透載録画番組再生中には出演者や内容の詳細、番組で紹介されたお店や商品の情報も確認できる。東海、関西地区は、それぞれの地区で放送している番組。これ以外の地域は NHK 総合テレビジョン及び、 関東地区の民放キー局で放送されている同時刻、放送番組となる。全域機種が、USB 接続外付け HDD 増設、及びスカパー。プレミアムサービスリンク対応となった。週シ,シリーズ、ET シリーズ、EX3000 では録画した番組を、無線ンルーターを介して、x p e r i a タブレット S や、x p e r i a スマートフォン等に、ワイヤレス転送できる。 ワイヤレスを出かけ転送も新搭載。高速転送ができるほか、事前に設定しておけば、自動でワイヤレス転送して、すぐに持ち出すことも可能である。さらに、ET シリーズと EX3000 では、無線 LAN を内蔵した。E シリーズと C シ,シリーズへの高画質回路、クレイジャス搭載は見送られ、以降の同モデルにも搭載されていない。一方、 最上級機種の EX3000 では高画質回路、クレージャスプロに改良が加えられ、デジタル放送や DVD 視聴時のノイズを高精度に、軽減する2種類のノイズリダクション、すべてのブルーレイディスクの素材を精細度が高い自然な、フル HD 映像で再現する、新映画画質、フルハイビジョンの4倍相当の解像度となる4、K アップコンバート対応とした。 本モデルから出力端子は HDMI 端子のみとなった。2013年モデル2014年モデル発表後も EX3000 のみ継続販売する。週シ,シリーズ ET シリーズに備えているワイヤレスを出かけ転送がこれまでのエクスペリアに加え iPhone、iPad、Android 搭載端末にも対応したことで多様な端末で録画番組を持ち出すことが可能に。 また、これらの端末では、ホームネットワーク内で、ストリーミング配信を行うことで、BDZ で受信している、放送中の番組や録画した番組を家中で、視聴できる、家中どこでも視聴を新搭載した。なお、ワイヤレスを出かけ転送は、エクスペリア Z1 など、対応の、エクスペリアでは録画した番組の画質を落とさず、 ホームネットワーク機能で転送する機能を加えたことで、フルハイビジョン画質の録画番組の転送が可能になったほか、家中どこでも視聴は DLNA 準拠のソニールームリンク対応テレビやパソコンでも利用できる。また、リモコンは、録画や再生に関わる使用頻度の高いボタンを大きく、押しやすく配置し、使用頻度が限られる重キーや削除キーなどを、 スライド収納式にしたことで、コンパクト化された、楽ラクラ、クリモコンを採用し、このリモコンに備えたボタンを押すだけで、テレビ画面上に操作メニューを表示する、楽ラクラ、クスタートメニューには、カラーイラストが入り、画面上に、リモコンの操作方法を追加した。ET シリーズは高画質回路を、クレイジャス後に更新。最上位モデルの EX3000 に搭載されている。 クレイジャスプロに採用されている16ビット処理対応の映像信号技術、スーパービットマッピング4ビデオを新搭載したほか、4KUHD 対応テレビ用の画質設定機能も追加し、モニター別画質設定に、4K テレビを、本体の画質設定に、b d シネマをそれぞれ追加した。また、テレビと HDMI ケーブルで接続することで、 テレビ内蔵スピーカーだけでも高音質にできる音響技術も備えており 7.1ch サウランドをバーチャルに再現するバーチャルサウランド技術 S フォースフロントサラウンド失われた音を時間領域で復元して音声の圧縮によって失われがちな微小な音を再現するハーモニクスイコライザーテレビのアンダースピーカーから出力される音の位置を 仮想的に髪型に持ち上げて映像と音声の定位を一致して自然な音声に補正するテレビ音声位置補正を搭載する。目次でジャンプには改良が加えられ見たいコーナーを複数選択することで見たいコーナーだけを連続再生することができるようになった。ET シリーズでは2012年モデルの ET00K と異なり3番組録画において一部制限がある。 ため、その注意事項が取扱説明書や公式 HP に記載されている。すなわち、3番組を同時に SR モードなどの ABC 圧縮で予約すると、うち1番組は内部的に DR モードで放送波のまま一時録画され、バックグラウンドで改めて ABC 圧縮が行われる。当然、お出かけ、転送ファイルの同時作成もされず、 この時までお出かけ転送はできない。また、おまかせ、丸六機能も3番組目には適用されない。これらを意識して、録画予約や、おまかせ、丸六機能を使わないと意図しない結果が引き起こされる、ことがあるので注意が必要である。2014年モデル発表後もシングルチューナーモデルは2015年3月に E520 が発売されるまで E510 が、 継続販売された。新機能として、録画番組のストリーミング再生開始や早送りなど、読み込みにかかる時間を2013年モデル比約50%短縮した快適視聴モード、当日から1週間以内の放送予定番組を予約件数の多い順に、ランキング形式で表示する、みんなの予約ランキング、録画番組一覧の画面上に視聴数を追加し、 視聴者数の多い順に録画番組を並べ替えて表示することもできるみんなの視聴数を新搭載した。また全機種で Wi-Fi 機能も標準搭載した。その他対象機種同士を LAN 経由で接続することで本体の内蔵 HDD や外付け HDD に録画した番組などをダビングできるお引越し機能に初対応するほかお任せ。 丸六は録画された番組の情報を分析して、録画頻度の高いものから順に表示する、よく撮る人名、番組に対応した。ET シリーズの3番組録画時の注意事項は2013年モデルとほぼ同様である。2013年11月発売モデルを継続販売していたシングルチューナーモデルをモデルチェンジ。 ダブルチューナー、トリプルチューナー搭載の2014年10月発売モデル同様、みんなの予約ランキングや、みんなの予約数を新搭載した。2006年モデル以来使われてきた、クロスメディアバーを廃止して、ユーザーインターフェース全体が一新され、番組表は、白バッグに黒文字表示で紙の番組表に近づけた、デザインとなり、 一番組あたりの情報量を2014年11月発売モデルよりも最大で約2倍に増加したことで詳細画面を開かなくても番組の概要を把握できるようにしミニ番組などの短時間放送番組で表示しきれない番組名や詳細情報もカーソルを合わせるだけで表示できるようになったまたリモコンの赤ボタンを押すことで みんなの予約ランキングへアクセスできるようにした。このみんなの予約ランキングも改良され、ジャンル別表示が採用された。録画リスト画面にも同様のジャンル別表示を採用し、録画した番組をジャンルから探して目的の番組へ素早くアクセスできるようにした。ホーム画面は一目で使い方がわかるようにシンプルな画面となり、録画する、視聴するといった。 基本操作のみならず、削除、編集や、ダビングといった便利機能もホーム画面上に表示された。一方で、編集機能から、タイトルの分割、結合がなくなり、音声付き早送り再生が、それまでの1.5倍から1.3倍になるなど、機能が低下した部分も存在する。リモコンも改良され、発行部に3つの LED を採用した、強力赤外線発行。 ツバとビに対応し、レコーダー本体の受講部の改良と、相まって指向性の範囲拡大と、受講感度向上などを行った新型となった。ワイヤレスを出かけ転送は、Android、iOS 端末向けアプリ、ビデオ &TV サイドビューとの連携を強化し、日本国内での BD レコーダー市場において初めてとなる宅内でのモバイル端末へ、 放送中番組と録画番組、または、録画番組のに配信が可能となった。一方で、USB 端子を経由した有線の、お出かけ転送は、非対応となった。4KUHD テレビとの連携も強化され、ブラビアの 4KUHD モデルと組み合わせることで、録画した番組に合わせたノイズ除去を行って、ブラビアへ送信し、テレビ側で、アップコンバートを行う。 4K ブラビアモードと、ソニー以外のメーカー製 4KUHD テレビでも、レコーダー側で 24P、30P のアップコンバート処理を行う、4K アップコンバートを搭載した。その他、セリフの強調及び、効果音などの音量バランスを最適化して、深夜などに小音量で再生する場合でも聞きやすい、音声にする、ナイトモードも搭載した。 全世代機までは3番組同時録型容器は、クレイジャス等の高画質、高音質機能を搭載したり、光デジタル出力端子を搭載するなど、2番組以下の同時録型容器と差別化がされて、いたが、この世代では、チューナーの数以外は、全く同一性能となっている。なお、2017年7月に実施予定の本体、ソフトウェアアップデートにより、 後述する2017年6.7月発売モデルの一部機能が組み込まれるようになる。本世代よりエマからアインフィールに変更されたと見られている。ハンディカムとの連携を強化し、これまで不可だった 4K ハンディカムで撮影した動画の取り込みが可能となり、4K 解像度での視聴が可能となっただけでなく、MP4 データ形式で、 ブルーレイディスクにダビングして保存することも可能である。また、ソニー製 BD レコーダーでは初めてとなる、シークボルトに対応し、事前にレコーダーに登録した、シークボルト対応の外付けハードディスクへの直接録画が可能となった。同じシークボルトに対応した、ソニー製 BD レコーダーであれば、 外付けハードディスクをつなぎ替えるだけで取りためた、録画番組をそのまま再生することが可能である。予約ランキングは、最大で20番組までの表示に拡大し、番組表や録画リストの表示速度を向上。動画編集機能においては、タイトルの分割や結合、プレイリスト機能を追加した。ホームネットワーク上のフラッグ WAV, AAC, MP3 の音楽ファイルを本体にコピーして再生可能なほか、CD 音源や圧縮音源などを最大 96kHz、24bit 相当までアップスケーリングする DSEHX も搭載した2017年春モデルのブラビアとホームネットワーク上で接続することでキーワードや放送日時音声で話しかけると ブラビアの音声検索アルゴリズムを駆使し、録画予約を行う番組を音声で検索することが可能となった。4K ウルトラ h d ブルーレイ再生への対応に加え、新機能として新作ドラマアニメガイドが搭載された。この機能は EPG に加えてネット経由で供給される専用の番組データを活用することで、新作の連続ドラマやアニメ番組を最長で、 放送予定日の1ヶ月前から先行予約が可能な上、放送前の段階で番組の公式サムネイルと詳細情報が表示され、EPG の情報にはない番組概要の確認も可能である。なお、先行予約後に番組の情報が変更された場合は録画予約に失敗する可能性があること、受信設定されているチャンネルや、 放送局の番組編成によっては、放送日時の遅れや放送されない可能性があるなどの留意点があるが、受信設定されているチャンネルでの放送が確定した場合には、放映日時とチャンネル表示が、受信設定されているチャンネルでの情報に更新されるように配慮されている。ブラビアの 4KUHD モデルとの連携機能である 4K ブラビアモードは新たに、 有機 L モデルにも対応。4K ハンディカムとの連携では、4KMP4 動画の差分取り込み機能が追加され、取り込んだ MP4 動画のサムネイル表示にも対応。また、再生の安定性向上により、MP4 動画の連続再生や 100Mbps で記録された 4KMP4 動画を、 データ形式で 4K のままダビングされた、ブルーレイディスクの再生が可能となった。さらに、ダビング済みのブルーレイディスクを 4K や、MP4 に対応していない、ブルーレイレコーダー、プレイヤーでの再生が可能なように、2K への録画変換機能も搭載された。その他、トリプルチューナーの FT シリーズにおいては3番組、すべてを長時間モードで、 同時録画することが可能となり、音声再生フォーマットは2017年モデルの FLAC, WA WAV, AAC, MP3 に加え DSD の再生にも対応。HDMI 出力端子には HDCP2.2 や4、KHDR 信号非対応のサウンドバーや AV アンプとの接続が可能なように、音声信号専用端子が搭載され、初期設定は、 少ないステップで完了できるように簡素化された。ソニー製ブルーレイディスクレコーダーで初となる BS4K110 度 CS4K チューナーを搭載した FB シリーズを新設。BS4K110 度 CS4K チューナーは、地上 BS110 度 CS デジタルとの兼用チューナーとなっており、2機搭載しているため BS4K 110度 CS4K 放送の2番組同時録画が可能である。また、DR モードに加えて、4K 放送長時間録画モードも搭載されており、1.5倍から11倍の7種類の長時間モードが選択可能となっている。録画された BS4K110 度 CS4K 放送の番組は画質を落とさずにブルーレイディスクへダビングが可能なほか。 4K 非対応の機器での再生が可能なように、形式変換してのダビングも可能である。地上、BS-110 度 CS デジタル放送の長時間、録画に関しても、圧縮方式に BS4K-110 度 CS4 系放送に用いられているヘブックが採用されたことで、圧縮効率が改善され、同じ要領でも従来の a b c 方式よりも、 長時間の録画や視聴が可能となった。番組表は、操作時の画面スクロール速度が、FW、FT シリーズの2倍以上に向上され、番組表や録画リストの表示を、小イ基調に刷新された。その他、お任せ、画質モードの画質調整パターンを、FW、FT シリーズの約500パターンから5倍の約2500パターンに、拡張され、 BS4K、110度 CS4K 放送などの新しい映像ソースにも対応した。なお、2016年から2017年にかけて発売された ZW、ポーランドズオォティシリーズがウルトラ HD ブルーレイディスク非対応のエントリーモデルとして再設定された。FW、FT シリーズに搭載されている新作ドラマアニメガイドが採用され、 2019年12月に予定されている本体アップデートにて搭載される。ラインナップは、ZW は 1TB と 2TB の2機種、ポーランドズオティは 1TB の1機種のみ、計3機種となった。全域機種共通で既存機能が改良され、新作ドラマアニメガイドが特番ドラマにも対応したことで、単発放送のスペシャルドラマや特別ドラマ、 話数が3話までのドラマも1ヶ月前からの先行予約が可能となり、お任せ。〇六は検索用の〇六辞書が最新版へ更新されたほか、メインワードとなるグループ名、コンビ名とサブワードとなるメンバー名が辞書で紐付けされていれば、グループやコンビの名前で登録しても、グループやコンビのメンバーが出演する番組も自動で探し出して録画することが可能となった。 4K チューナー搭載モデルの FBW-FBT は、4K 放送の早見再生に対応し、長時間モードの録画時の画質が改善され、動きや明るさの変化が激しいシーンで出やすい、ブロックノイズを低減させた、4K インテリジェントエンコーダーが搭載された。ラインナップが一部変更となり、ポーランドズオキには 2TB モデルのポーランドズオキ2800を追加して2機種に。 FBT は 3TB モデルを廃止する代わりに、ソニー製 BD レコーダーでは、最大容量となる 6TB モデルの FBT6100 が追加された。また、この世代モデル発売告知と同時に、スマートフォン、タブレット向けアプリである、ビデオ &TV サイドビューのモバイル視聴プレイヤー機能を、無料化することが発表され、 2021年6月1日のアップデートで実施された SR で録画したタイトルを BD に高速ダビング後、別のレコーダーで再生したところ DR と表示されます AB 西田胸地下のランダマトラッキングソニー全レコーダー ブルーレイディスクに次世代 DVD 戦略加速。松下電機産業 D が6機種のプレスリリース。決算台数の記述を参照年末商戦の。次世代レコーダー台数シェアは BD が98%。大河原克行のパソコン業界。東本清掃ブルーレイディスクレコーダー。DVD レコーダーのダビング10への対応についてのお知らせ。AB ブルーレイディスクレコーダー。 BDZA950、A750、L95、L55、T75、T55 ご愛用の皆様へお知らせとお詫び。ブルーレイディスクレコーダー。BDZEX200、RX100、RX50、RX30、RS10、RX105、RX55、RX35。 RS15 ご愛用のお客様へ、無償修理の受付期間延長のお知らせ。ブルーレイディスクレコーダー、BDZEX200、RX100、RX50、RX30、RS10、RX105、RX55、RX35、RS15 RX 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 RS ご愛用のお客様へ、無償修理の受付期間延長のお知らせ3、番組録画の注意。 ただし、高フレームレートでの撮影など、条件やディスクの状態により、映像の乱れや音声が途切れたりすることがあるため、安定して再生するためにはレコーダーへ取り込んでから、再生することが勧められている。本機能は角川からデータ提供を受けている。また、使用の際はインターネットへの常時接続が必要である。ただし、動作状況によっては録画後に長時間がモードへ。 変換されることがある。5.6MHz まで、リニア PCM に変換再生される。一旦、DR モードで録画した後、指定したモードへ自動変換される。なお、動きの速い映像は、ブロックノイズなどで画が乱れるため、画質を重視する場合は、DR モードでの録画が進められている。ありがとうございます。